5分でわかる三浦一族チャンネル第37話梶原景時の編。今まであまり目立たなかった三浦義村が最初に大活躍したと言ってもいい梶原景時の編を三浦一族を中心にざっくりと解説したいと思います。鎌倉のおしゃれなお店に入る勇気が欲しい七種のゴンベイです。梶原景時の編。1199年から1200年に起きた鎌倉幕府内の政争、大河ドラマ鎌倉殿の13人では中村獅童さんが演じています。ツッコミどこ満載、5分でざっくりと解説したいと思います。1199年、源頼朝死後、源頼家が2代目将軍となる。御家人たちが将軍独裁に不満を持ち、源頼家は将軍になり、3ヶ月で13人の合議制が敷かれた。その半年後、将軍御所侍所で結城朝光が源頼朝の思い出を語り、忠臣二君に仕えずと言うが、あの時出家すべきだった、今の世は白氷を踏むような思いがすると言った。翌々日、御所に勤める女官阿波の局が結城朝光に、あなたの発言が謀反の証拠であるとして、梶原景時が将軍に讒言し、あなたは殺されると告げた。大河ドラマでは宮沢恵麻さんが演じ、任役北条義時の姉となっています。驚いて顔面蒼白の結城朝光は三浦義村に助けてほしいと相談した。三浦義村の父三浦義澄と同族和田義盛は合議制の13人に入っている。さらに北条時政の甥であり、頭の切れる三浦義村だったら良い策を出してくれると思ったのでしょう。梶原景時は2代目侍所別当に就任しており、立場上御家人からの恨みを買いやすかった。文武両道、この時代の武士にしては珍しく教養があった。しかし人徳と人気がなかった。源義経も梶原景時の讒言で殺されている。和田義盛も侍所別当職を梶原景時に、所領に帰る少しの間交代をしたら、そのまま侍所別当を奪われている。三浦義村は梶原景時に不満を持つ脳みそ筋肉おじさん和田義盛の力を借りれば他の御家人を味方につけれると相談し、力を借りた。梶原景時に恨みを持つ工事奉行人中原の中成に、梶原景時糾弾状の作成を依頼した。一夜で作成され、万所別当将軍側近大江広元に提出された。大江広元は梶原景時の事務能力を高く評価していたので、連判状をしばらく止めていた。しかし脳みそ筋肉おじさん和田義盛が大江広元に圧力をかけました。貴殿は関東の宗我地獄として長年働いてきた。景時の権威を恐れて諸将の鬱憤を隠し立てするのは法に違えるのではないかと激しく説問した。やむなく大江広元は弾劾状を将軍源頼家に言上した。将軍源頼家は連番状を梶原景時に見せ、弁明を求めた。梶原景時は何の抗弁もしなかった。意外とへこんでしまったのでしょうか。一族を引き連れ所領の相模国一宮に下校した。一旦謹慎が解け鎌倉へ戻ったが、将軍源頼家は梶原景時をかばうことができず、鎌倉追放を申し渡された。和田義盛三浦義村が梶原景時追放の奉行となり、鎌倉の館は取り壊された。梶原景時の所有であった美作の国の守護は和田義盛に与えられた。1200年、梶原景時は一族と共に京都に上る道中、駿河の国清見ヶ関
現在の静岡県清水区近くで在地武士吉川氏や相模国飯田家吉らの襲撃を受け合戦になり討ち死にした一族33名の首が路上に引っ掛けられた源頼朝死後1年の出来事である。開元寺武田信光の報告によると梶原景時は同じ開元寺武田有吉を将軍に放置して反乱を目論んだという。その後東鏡に武田有吉の名は出てこない。東鏡では景時弾劾状に北条時政北条義時の名は見えない。しかし梶原景時が討たれた駿河の国守護は北条時政、その娘女官阿波の局が景時弾劾状のきっかけとなった。そしておいである三浦義村が実行役として働いた。梶原景時の変はその後続く北条氏による有力御家人排除の始まりとされている。その北条時政も協力した和田義盛も排除されていくのであった。ここは鎌倉にある梶原景時が先祖である鎌倉景政を祀った梶原御霊神社です。鎌倉景政の目に刺さった矢を三浦為次が抜く話は有名です。梶原景時の墓と伝わっています。いいね、コメント、チャンネル登録、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。